11月4日 J1 昇格が決まった翌日、シーズンチケット年間席10年以上継続保有されている方を対象としたたこ焼きパーティーがクラブハウスで開催されました。そんな話じゃなかった？まあ、盛るよ。この日、サプライズイベントとして料理上手の藤原選手がハンバーグならぬハルバーグを振る舞ってくれました。ハルバーグを食べた宇佐美選手の感想は？ジューシー！うまい！うまい！ありがとうございました。最後は参加者全員で記念撮影をしました。同じ日の夕方にはスタジアムを作ろうという趣旨のもと、参加費の収益全てが寄付金となるディナーショーが開催されました。ご覧のように遠藤選手を先頭に選手たち自慢の歌声でディナーショーを大いに盛り上げてくれました。最後はキャプテン遠藤選手の締めのお言葉。最後に勝てはすみません。